はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。今日は4月の22日17時57分です。さあ、アイビデオの情報になります。おととい到着したアイビデオの 501HW、ね、その後の検証の続報になります。はい、今現在、ね、使用量が、よいしょ、これぐらいになっております。はい、2日前が到着日で 17.69GB で、昨日が 111.35GB で、今日は 74.35GB で、当月の累計が 203.4GB になりました。はい、とりあえずね、3日間で 200GB を突破していますね。で、まあ、今現在ね、速度規制とかそういうものもなく、まあ、とりあえず快適に使えてはいます。それでね、動画の方もちょっと待ってね、よいしょ、動画の方だけども、ちょっと待ってね、まあ、その前にね、こっちだよね、今のリンク速度は、まあ、150Mbps で、でネットワーク使用がまあ大体こんなもんだね、今ね。うん、まあ、今使ってる量がこんなもんです。で、まあ、動画自体はね、これね、よいしょっとほら、まあ、HD 画質で再生できておりますね。こんな感じでね。で、まあ、やっぱね、この、まあ、気になるのがね、やっぱここら辺、まあ、全体的なパフォーマンスなんだけど、のぞみ Wi-Fi の U2 の場合はね、リンク速度が 75Mbps で、これで、まあ、大体20いくつか30いくつか、なんかそれぐらいだったよね。で、1日使っても、U2 の場合は、まあ、大体3、40GB だったよね。朝から晩まで使って、まあ、3、40GB ぐらい、非常にね、あんまり、データ使い切れないというか、要はダウンロードしきれないというか遅いんだね。それで 304ZT だと、過去の動画にもあるように頑張ればね、1日200使えるんだね、これがね。で、まあ、100は楽勝で 304ZT は使えるんだけど、この501の場合、昨日ね、そこそこ、まあ、朝から、ね、夜までやって、まあ、100超えたっていう程度で、今日もね、結構朝から頑張ってるんだけど、もうそんなに使えてないんだよね、実際ね。サーマリオンだったらもうとっくにもう百何十ギガ使えてるんだけど、まあ、この差は何なんだろうなっていう。で、まあ、普通に動画を見たりとか、まあ、なんかリンクしてゲームやったりとかね、ダウンロードしたりとか、まあ、そこら辺は支障ないんだろうけども、まあ、こういう検証で、まあ、一度にたくさんね、動画を見て、で、まあ、どれぐらい使えるかなってやった場合に、その一度に扱える量っていうのかな、これがね、やっぱ 304ZT の方が大きいんだろうね、きっとね。だからね、たくさん容量を使うことができるんだよね、そんだけね。で、501はやっぱ 304ZT までには、まあ、ちょっと追いつかないっていうね。どうもね、まあ、おじいの勘違いかもしれないけれども、まあ、このリンク速度が150でしょ。で、304ZT の場合は220だったでしょ。でね、まあ、どれくらい使ってるのかは、まあ、こっちのパフォーマンス次第なんだけども、ちょうどね、ここの数字に、なんか、比例するくらいの、要は容量っていうのかな、まあ、何て言ったらいいのかな、304ZT501U2 って比べた場合に、ここは200で、ここはまあ 100何十ぐらいで、のぞみは3、40ぐらいがいいところだったよね。だから1日頑張って同じ検証してるのに、要は速度の速さがあるのかな、それか全体的な量があるのかな、そこら辺の要は何て言うかな、こう上限の違いっていうのかな、普通に使ってる分には気がつかないかもしれないけど、まあ、全体的にパフォーマンスっていうのかな、
まああのまあ、通常使ったらいけないやり方なんだけど、例えば P2P なんかで、まあ、あの100ギガダウンロードするとしたら、のぞみでは1日かけても100ギガダウンロードできない。で、501だったら、まあ、100ぐらいはできるかなっていう。で、サマリオンだったら200ぐらいはいけるんじゃないかなっていう。これ、例えだよ。そんなような感じじゃないかなって思うんだよ。なんとなく。だって、同じパソコンで 同じ検証してるのに、なんでこんなに使用量がこんなに違うのかなっていう。そうすると、サムリオン ZT の場合は、たくさん動画を再生したときに、結構まあ、いい動画でカーテンになったりとかね、まあ、たくさん開けすぎると、まあ、画質は落っこちるんだけど、その上限がサムリオン ZT は高くて、501の方はちょっと低いような気がする、なんとなく、だと思うんだよ、これね。だからね、あんなに朝っぱらからね、ずーっとやってて、伸びないんだね、今日もね。どうしてもね、だから、昨日と同じぐらいなんだよ。今、18位でしょ。で、19、20、21、22、23。まあ、大体ね、日付が変わる前ぐらいに、まあ、100突破するって、まあ、同じぐらいだよね、これね、昨日と。だから上限がね、100ギガぐらい1日で使える量がね、まあ、G の検証だと。で、サーマリオン ZT だと、その倍は使えるっていうね、容量的に言ったらね。だここはね、まあ、一応参考程度にっていうか、まあ、実用には関係ないかもしれない。でも、車で言ったらね、要は、1000cc の車がのぞみだとしたら、まあ、2.5リッターが501で、まあ、4リッターぐらいのやつがサマリオン ZT って、まあそれぐらいなんじゃないかなと思うね。なんで、まあそれぐらいの、まあ、体感容量ぐらいはあるんじゃないかなっていう感じがします。ただ、普通にね、動画を見たりとか、ネット見たりとか、 LINE やったりとか、そういうこう目的地に向かうまでのね、用途はちゃんと達成できるっていうね。わかる？いい車でも、1000cc でも 4000cc でも、とりあえず同じ車に乗って、で同じ時間に目的地に着くよっていうね、まあそうなんだけどもね、余裕が違うっていうのかな、その辺がちょっと感じましたね。うまく伝わるかな、この表現ね。で、まあ今のところね、200が使っても、まあ、何の、要は制限が来ないので、とりあえず、元気なおじいは2日で200ギガ、ね、使って、違う、3日で200ギガ使いました。まあ、これが、目の前の真実ということになります。はい、もう一度ね。もう一度。よいしょと、ほらね。204.28ギガね。今、使用中なんでね、どん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 こうカウントはアップしております。まあ、おじいもこれくたびれちゃうんでね、もうそろそろもう、バッテリーも熱いんで、一回これ抜くけどね、まあ、霧のいいとこで抜こうかなと思ってね、204.3ギガね、これなかなかね、ゆっくりなんだよ、これが。じゃあ、そろそろここで抜こうかな。ちょっと待ってね。よいしょ、光にしよう。よいしょ。はい、じゃあ一回ね、ここで、テストを、終了しましょう。とりあえず200ギガ使ったってことでね。これで、ね、まあ、ずっと使ってバッテリーが熱いんでね、早く冷ましょう。ね、冷ましたいからね、まあ、一回抜いておいて、ちょっとこいしょっと、放熱しましょう。はい。まあ、そんなわけで、ね、まあ、ここまで使えればいいんじゃないかなって思うよ。毎日100ギガ使ってテラまで行くのもあるけど、いや、これ大変なんだよ、ほんと。ね。なのでね、まあ、大体の方が、100ギガじゃちょっと、ね、100ギガ以内の方がほとんどなんだけど、のぞみのユーザーもそうだったでしょ。まあ、ほとんどの人は100使わないんだよ。でも、一部のユーザーは100を超えて使いたい。ね。まあ、150ぐらいあったらいいな。でも、200は使わないよっていうユーザーが結構多いと思うんだよね。まあ、なのでね、今、1個の目安として、まあ、3日で OG は200ギガ達成しましたよと。で、誰か土日祝日は、キャリア側がね、
お休みなので、月曜日になったら制限食らうじゃないかってね、そんなコメントもあったけど、まあ、フジワイファイかなんかの、なんかブログかなんかのやつにね、お客さんの、なんかそんなような、これが公式に、なんだっけ、問い合わせたらね、こんな返事が来ましたってあったけども、いやいや、そんなこと言っても、ほら、この間の Y モバイルにしてもさ、7ギガのやつにしてもさ、7ギガぴったりじゃなかったけど、10何ギガ使った段階でもう 128BPS に起こったでしょ？ね。128kbps ね。だからね、全くないってわけじゃないと思うんだよね、多分ね。まあ、そんなわけで、明日になってみればわかる。明日これで元気な街が、128kbps にね、速度制限食らっちゃったら、まあ、土日祝日は制限食らわないけど、平日になったら食らったんだなっていうね、まあ、富士 Wi-Fi の、なんだっけ、ブログアップしてた人いたよね、制限にならないのかで手合わせをしたらね、平日になりますよっていうね、まあ、それが同じようなことが起きるのかどうなのか、明日わかると思いますね。そんなわけで、明日の報告を楽しみにしてください。とりあえず今日は、3日で200ギガ突破しましたよという報告にとどめておきたいと思います。はい、何かの参考にしてください。以上、おじいでした。またね、バイバイ、ぴょぴょー。